東急セキュリティが入居するキャロットター東急セキュリティ株式会社は東急グループのセキュリティサービス会社である東急線沿線に機械警備サービスを展開しているほか無料防犯診断サービスや防犯カメラシステムの提案、施行東急各路線にて鉄道警備隊による警備業務を提供している東急ポイント加盟店日常目にしやすいものでは 東急各線の主要駅に配備されている鉄道警備隊がある。ホームの非常通報用ボタンは東急セキュリティの指令センターにつながっており、押すと警備隊が駆けつける仕組み。各路線にて立証、巡回業務を行っており、乗降客案内のほか、駅施設内や車内で起こる様々なトラブルや諸問題に対処している。口述の歴史の通り、 2010年3月31日に東急ファシリティサービスの警備部門と統合し、現在はホームセキュリティやビル警備、鉄道警備のほか、シニアセキュリティ、キッズセキュリティ、エキッズなどのセキュリティ関連業務全般を行っている。また、私鉄のグループ会社ならではのサービスとして、パスモと連携したセキュリティシステムも提供している。 AB 東急セキュリティ株式会社第12期決算広告お知らせ東急ファシリティサービス株式会社セキュリティ事業部の統合について東急セキュリティ2010年2月15日閲覧本社移転のお知らせ東急セキュリティ2010年6月19日閲覧ありがとうございます